頑張ってね、なでしこ。かとね、ちょっとね、松平健さんがね、シュールだったけどね。両チームのエース、移籍の影響が大きかったかな。得点のアシストもした泉なんだけど、怪我しちゃったんだよね。説明させてくださいって言ってるんだけど、で説明がないのでやっぱり僕は自分の目で見た判断をするしかなくて、そうなってくると恋に見えちゃうんだよね。はい、マッキーです。見に来てくれてありがとうございます。よければいいね登録お願いします。さあ今回はアルビレックス新潟戦のレビューか。アルビレックス新潟戦のレビューをやっていきたいと思います。今回シャチの大祭典で国立だったんですよね。かな国立、ちょっと鹿島戦は天板にやられちゃったけれど、今回は堅守を見せて1対0で勝利。さて、そのグランパスの試合なんだけど、そのグランパスの試合前になでしこの戦い、なでしこワールドカップノルウェー戦があったんだよね。この戦いではなでしこが見事勝利。これで8強入り、8強。このままワールドカップを取ってほしいよね。ただね、次の試合が多分だけれどアメリカになりそうなんだ。アメリカやっぱ強いので、この試合がもしかしたらなでしこの事実上の決勝になるかもしれない。ただね、このなでしこの方はね、日程的には有利でね、一日休みが多いんだよね。中5日と中4日でなでしこの方の1日、この1日は大きい。5日で4日は結構違うからね。そしてできればスウェーデンに頑張ってもらって、スウェーデンはアメリカとの戦いで延長まで持ち込んでほしいし、よければスウェーデン勝ってもらいたい。まあどっちが勝ったとしても1日の分はあるので、この1日の体力、スタミナ、コンディションの調整をうまく利用して、なでしこは有利に戦って勝ってほしいよね。そうそう、今回のワールドカップはなでしこ全体的に日程有利なんだよね。準々決勝はこうやって1日有利で、勝ったとすると準決勝、準決勝はね6時間半ぐらい不利なんだけれど、同じ日同日なのであんまり不利はないよねっていう。向こうが13日焼いて、なでしこが19時半からだったかな、試合開始なんですよね。ちょっと時間違うかもしれないけど、それぐらいの差で6時間半ぐらい差があるんだけど、それぐらい。でも同じ日に試合がする。で決勝に行くと中4日と3日で1日より、ほんと4日と3日の差はすごく大きいよ。1日は大きい。もうこれはなでしこ勝つしかないよね。頑張ってねなでしこ、勝とうね。さて話を戻して、グランパスの方に話を戻しましょう。1-0 で勝利。国立には今回57000人も人来てくれたんだね。大勢集められてシャチの大祭典も成功。よかった。ちょっとねマッタイフキンさんがねシュールだったけどね。それでもね盛り上がってたから見事だよね。試合はね 1-0 で、数字だけ見ると新勝なんだけど、内容を見るとね結構完勝に近いんじゃないかなと思えたんだよね、僕は。ユンカーの PK が成功していればもうほんと最高、完全勝利だったんだけどね、完勝だった。でこれはね僕が見たように、やっぱりね夏休み明けなんだけれど、両チームのエースの移籍の影響が大きかったかな。今回両チームともエースが移籍してるんだよね。グランパスは言わなくても分かる通り待ってたんだ、いなくなったって。で、新潟の方に関して言えば、伊藤遼太郎だね。伊藤遼太郎がいなくなった。これがね、すごく大きく響いてた。伊藤遼太郎がいないことなら聞いてたように見える。はね、この試合どちらもね、前線からのプレスはね控えめでね、下がっての守備だっけ。グランパス最初はね結構前から取りたいなと思ってたように見えたけれど、まあ途中からはもう開始してすぐだよね。もう10分15分には極端なぐらい引いてブロック作って守るって形で、どっちも基本的にはそういう守備をしてたんだけれど、ただいつも通りやっぱり新潟はボールを回す、グランパスは引いてカウンター狙いって形で、ボール保持率はグランパスが 30% を切っちゃったんだよね。露骨に守って、これがね、一昔前ならアンチフットボールと言われちゃうんだよね。うん、最近は、俺がもう、こういった戦い方は復旧してきたから、こんなこともあまり言われなくなってきたんですよね。で、グランパスは守って攻めさせて、相手の攻撃をカットしたところは攻撃がスタート。深めの位置でのファーストブレイクっていうのかな。うん、だってそう、ファーストじゃないよね。こう、深めの位置だった。新潟は、後ろでボールを持たされて、でチャンスを見つけたらグラウンダーでくさびを入れる、でもしくは後ろからもちゃんとつないでボールを細かくつないで崩す、これが基本です。でもグランパスはね、真ん中だね、人数いるし硬い、うん、当然分かってることだけどね。でボールを動かしてもショートだから、パスがね、パスがショートだからディフェンダーが動ききらずに大きな穴だ。ちょっと喉が引っかかっちゃった。そうだ。ね。そう、新潟はボールを回すんだけど、どうしてもね、ショートのパスがメインなので、ディフェンスが動ききらずに大きな穴が開かないんだよね。スライドが間に合っちゃう。なので、穴があまりないから、攻めきれずにいたっていうのが、新潟。これがね、伊藤遼太郎がいればね、小さな穴からでも突破。チャンスを作れたかもしれない。まあ、交互に引いて、2人引いて、以前の引いたりとか、そこだってもう5-3だよね。引いちゃってたり、長井が帰ってきた時もあるし、だね、5-3、5-4のブロックを引いてるところはね、伊藤遼太郎がもしいてくれたら、こういう隙間で受けたとしても、この辺とかで受けたとしても、こう突破をしてくれるっていうこともできたので、で、そこから、小さな穴だとしても、展開、グランパスを崩すことができたかもしれない。で、真ん中でボールを持っていても、この辺でボールを持っていたとしても、1人2人、こう、剥がしちゃう。ドリブルで。剥がしちゃえば、それだけで、他の選手が深く減ってんのに浮いてくる選手が出てくるし、この穴を埋めなくちゃいけないと。どうしても1人いっぱい剥がしてると、そこにフォローが入って、別のとこに穴が開いていくし、連鎖的にディフェンダーはそこの穴埋めて、穴埋めて、穴埋めてって連鎖的に動いていかないといけないから、どこかこう、穴が開いちゃう。いや、そういうことができる選手だったんだけど、その伊藤遼太郎はいない。だからちょっと、アルビレックスは、新潟はそれができなかった。でも、これは仕方ないよ。伊藤遼太郎クラブで、簡単に補強をして、そしてチームにマッチングさせるってことはなかなかできないからね。そういう意味ではね、グランパスはやっぱりタイミングのいい時に新潟と当たったのかもしれないね。で、グランパスの当然マテちゃんがいないことの問題は出てるんだよね。ただ、このマテちゃんいないって言っても、スタジアムでマテちゃんいたんだよね。来てたんだよね。てっきり僕もサウジに行っちゃったもんだとばかり思ってた。どうも東京駅でお弁当を買ってるっていうもう非証言もあったりで、大採点を楽しんでるよね。で、そのマテウスはね、やっぱり J でもね、唯一無二と言っていい存在だったんだよね。あれでフィニッシュの精度がもう少し高ければ、それを求めてやると贅沢だよね。そこまで何でもできたらもうプレミアとかリーガでやってるよね。で、その穴、マテちゃんの穴をね、今回泉が埋めたんだけれど、マテさんも当然違うやり方だよね。泉の動き。ここ最近のマテちゃんの泉の動きを見てて、ここ最近のマテちゃんのトップ下の動きも思い出すと、結構前から移籍の話があったんじゃないかなと。で、その準備をしていたんじゃないかなと思えるんだよね。ちなみに山田陸を使い出したのも、その一環、マテウスの移籍だ、話が入ってきたからじゃないかなと思ってます。これは、ちょっとここで説明すると長くなりそうなので置いとくけれど、これ要望があればまた詳しく話そうと思います。まああくまで僕がそう思ってるだけだけどね。ねえ、泉はマテウスほど個人での突破力を突破しないんだけれど、動きと展開力でそれを補ってた。泉から森下君への大きなフィード結構何発かあったけど聞いてたよね。それに基本の動きは泉がトップ下なんだけれど、低めまで戻ってきて献身的にカバーして、でそこからゲームを組み立てたり、まあ、展開したり、まあ、さっきも言った通り森下君のフィードが目立ったけど、そういう風に展開してたよね。で気づけばね、ボールが欲しいユンカが下がってきたりちょっと横に流れていた時にその穴を埋めてたんだよね。ユンカがちょっとこういう風に下がったりとかした時に泉がなぜかこう前にいたんだよね。でそういうシーンが結構あった。なのでこういう風に運動量、動きも素晴らしかったよね。もうこういう風にね、泉に縦横無尽に動かれてしまうとマークする方も大変だったと思うよ。結構普段低い目にいるのに急に高い位置にいるんだもんね。そして攻撃に参加してくるんだから。で、まあこれができるっていうのはね、ユンカーと長いっていう強力なフォワードがいるからだけどね。この2人はね、どこのチームも無視はできないからね、マークついていかなくちゃいけないんだよね。だからこの2人が動くとそこに空間ができやすい、マークがついていくから。で特に新潟はね、細かいパスをつなぐこともあってコンパクトな位置、ディフェンスラインとオフェンスのトップ、この位置はできるだけ狭くコンパクトに持っていってパスを回せるようにしときたいんだよね。でそういうこともあるから、どうしてもディフェンスラインを上げるので裏を狙いやすいっていうこともあって、泉の上がりや泉の展開パスがうまく機能してた。でこんな感じで抜けたエースな穴を埋めれたかどうかの差が大きい試合だったかなと。これをちょっとこの試合だけを見てはっきりは言えないけれど、この試合だけを見た感じだと新潟は伊藤涼太郎ロスは続くんじゃないかな。ちょっと簡単に埋められない穴に見えたね。でもう彼がいないからって言って新しい攻撃を作ってく、システムを作ってくっていうのだって難しいから、それもなかなかできないからね。大変だと思う。でその大活躍した泉なんだけど、得点のアシストもした泉なんだけど、怪我しちゃったんだよね。どうもハムストリングっぽいです。ハムの肉離れっぽいです。まあ泉はね、一家に一台泉と言われちゃうぐらいね、どこでもプレーができる便利プレイヤーなんだけど、そのおかげで器用貧乏というか貧乏くじをね引くことが結構多かったんだよね。それがね、やっと待望のトップ下で真ん中でプレーできるようになったっていうのに、もうほんと運が悪いよ泉、もったいないよ。何でもできるし、もうプレスキッカー、フリーキッカーもできるし、ボールコントロールもテクニックもうまいのに、泉ってなぜか得点力がなかったの、ないって言われてたんだよ。で最近はね、その得点力もついてきたんだよ泉。そんな時だったのに、もったいない。なんで怪我しちゃうの。まあ怪我なんてね、一番本人出したくないんだけどね。まああとは怪我がひどくないことを祈るだけだね。で自分で交代要請したんだよね泉は。その割にはベンキ戻った後は普通に歩いてた。ベンチ戻る時は短歌だったんだけどね、ベンチ戻った後は普通に歩いてたし、まあひどくなる前に自分から交代したのかもな。まあそれだったらいいんだけどね。だって最後試合後の終わった後にさ、ボール裏で挨拶するんだけど、中島大花と酒井に挟まれて体こう揺らせたもんね。大花が横に飛び跳ねまくってたからさ、ジャンプしてポンポンって。それに泉が合わせて体動かしそうになってたから、お前飛びすぎたよとか言ってたんだけどね泉は。範康がね、お前は暴れちゃダメだよって言って、もう熱から剥がされて薄いってろってどかされてたの。もうハムストリング言ってる時に飛んじゃったりとかしたらひどくなっちゃうからね。なんであんまりひどくない、そのくらい元気だったら怪我はひどくないのかな。ひどくないといいんだけどなっていう感じで見てました。でグランボス新メンバー前田直樹と中島大花、今回2人同時投入だったんだよね。直樹を新メンバーというのはちょっとなんとも微妙な感じなんだけど、ちょっとね今回スクランブルの3ボランチだったってこともあって、ちょっとねシステムはいつもと違うからうまく動かなかった、うまく活躍できなかったかなっていうこの2人あったんだけど、見てるとね大花はねやろうとしすぎていて少し空回ってたかなっていうところがあったかな。でもね強さと高さは見せてくれたから、で前田直樹はねもっと足元でボールが欲しいだろうにうまくもらえてなかったよねボールを。ポジションや連携がもう少しまだなのかなって感じがした。これも慣れがあれば息が合っていくと思うし、2人ともこれからを楽しみにしたいかなと。今日は守備が第一で動いてたというのもあるしね、次の機会も見てみたいです。そしてこの試合ちょっといろいろ揉めた感じになっちゃったんだけど野上と鏡だね。そして米本と河野これ全部レッドではなかったんだけどっていうファールだったんだよね。全部 VAR 入ってるんだよね。でちょっと気になったんだ鏡の野上へのファールだよね。まずはちょっとまずはこれを見てくださいと。用意できるかな。野上。ダゾーンからの動画、いいようですね。いきます。キューと打って、今度後にこんじゃけっていう、この上のシーンですね、野上。かなり下がっちゃってますね。僕はね、このシーンよりスローで何度も見てるからかもしれないけれど、ちょっと故意に見えちゃうんだよね。鏡選手が故意に野上を踏んでるんじゃないかなと。ちょっともう一回見ましょう。これで、シュート打って、滑って、こう。もう下見てみようね。どう見ても。鏡は。こう。もうジャンプした後も、かわそうとしてジャンプした後も下見てるよね。これも下見ながら踏んでると思うんだよね。下見てる野上の足は確実に見えてるよね。下見てるからな。着地点も見えてると思うんだよね、この視点だと。そして一番思うのが、見えてると思うのに、足をね、右足を引こうとしてないんだよ。がっつり体重かけてドンってついて、体重をかけてから左足をついてる。やってもらおうかな。ほら。一回こう、ガンと体重かけて、その後に左足をついていると。こういう形で、虎野上対応ね。鏡選手はね、SNS で、故意ではなかったと言ってます。全部読みますね。一番最初のツイッターだ。今ツイッターじゃない X か。一番最初のやつだったよね。今日のイエローカードのシーンについて説明させてください。名古屋グランパスの野上選手の足を踏んでしまったことは事実ですが、決して故意に踏んではいません。しかし、一歩間違えれば大きな怪我につながりかねないプレーだったので反省しています。野上選手の怪我につながらず本当に良かったです。とのことですが、故意ではないという主張だけで説明がないんだよね。説明させてくださいって言ってるんだけど、で説明がないのでやっぱり僕は自分の目で見た判断をするしかなくて、そうなってくると故意に見えちゃうんだよね。なんだろう、こういう理由で踏んづけてしまったけど故意ではないんですといった説明が欲しかった。僕はこういう説明、こういうの発表してくれるんだったら。であとはね、故意とはどこまでのことを指すのかなっていうのが思うからな。積極的にね野上を潰そうとした故意ではないとは思う。さすがにそこまでやりたいと思う。僕もこまで無茶をしてこないと思ってるのが鏡選手が、うん、でもね、でもシュートを防がれてしまって、まあ試合展開的にも苛立ってるところに得点1点入れられてるからね、グランパ、うん、苛立ってるところに足が、野上の足があったけど、まあいっかって的に組んで積極的にはかわそうとしてないというふうに僕は思うんだよね。だって見えてないところに着地でね、見えてないところに着地で物を踏んだらバランス崩すんだよ普通は。でも崩してない、まあ確実に見てるしね、確実に野上の足は見てるんだよ。で見て着地してるんだったら少しは足を引いてほしいけど、引かずに踏んでて、しかも踏んだ後に足の前に体重かけてから左足をつくんだよ。もう一回。よいしょ。これでまあ、かわしの足見てる。着地しました。前に体重がっつりかけて、ぐいっと踏んでから、で、一回も右足を引こうとしてないんだよね。もう完全に体重かけきって、前にぐいっとやってから、左足をついてるんだよね。まあ、もちろん、なんだろう。まあ、前に飛んじゃったから、鏡選手もね、前に飛んだから、まあ、それで前に飛んでるから足の前に体重かけてっていうのはもう僕のうがった見方かも、だと、まあ、でも、最終的に一度右足にこう体重をかけきってるっていうのは確かなんだよ。だって、一度膝がへすんで伸びてるから、体重グイッとかけた後伸びてるから、でその後に左足つくんで、もうジャンプした勢い全部入っちゃってるんだよね、野上に。うん、だって一回もね右足を引こうとしてないんだよね。バランス崩れたりもしないんだよね。これがね、まあ積極的に野上を潰しに行ったわけじゃないけど、積極的にかわすこともなく、まあいっか、足があるけどまあかわさなくてもいいだろう、いっか的に踏んでやれっていう感じに踏んだと僕は感じちゃうんだよ。だから鏡選手が SNS で発信するんだったら、こういう理由で体重がかかってしまいました、こういう理由で見ていたけれどかわさなかったですという説明が欲しかった。結局でまあ、イエローで終わったんですけれど、個人的にはレッドです。ジャッジリプレイ的に、リプレイ風に言うんだったら、真ん中よりも当たり、もう、イエローはここ、レッドがここってなったら、真ん中よりも当たり 80% ぐらい、この辺りに置くかな。あと 80% ぐらいで僕はレッドです。そして、次は米本の、これも引用しますね。ちょっと見てください。いきますね。まあ、ウッチーが1回潰されて米本行って、米本が両足タックル、この両足タックルはダメで、後ろその後にこうに後ろからつつかれる、プッシングされる、押されるっていう感じなんだよね。もう一回見ますね。さあ、潰されて米本反対反応していって、よいしょ、いい角度、これ、両足でいっちゃってると。ダメよ。これはもう、これ僕なら確実に、米本レッド。レッド出しますね。僕だったら。で、これ、運が良かったんだよ。両足出して、足引っ掛けた後に、両足でいってるから、足がこの、挟まって、挟まったまま、足を捉えられたままこけちゃうと、もう関節が変な方向に曲がっちゃって、もう関節いっちゃうんだね、膝がいっちゃうんだけど、これうまく抜けてさ、うまく抜けて普通に開けてるんだよね。うん、もう完全に挟んでるけれど、足を挟んだんだけど足抜けてるから怪我にはならなかった、怪我に至らなかったんだけど、これ足が挟まったまんまだったらほんと膝がやっちゃってるからね、ほんと良くないというプレイだ。で、これがね、僕ならレッドなんだけど、なんでイエローになったかっていうのはその後のプレイだと思うんだよね。もも笛吹いて、ここでタックル仕掛けて笛吹かれました。で笛吹かれまして、米本はなんでっていうふうに後ろ向くんだよね。これは米本なんでじゃないよ、お前は確実にデッドだから、確実にやっちゃってるから。うんで、なんでって言ってるところはね、危険じゃないかと、もう米の両足タックルがね危険じゃないかとね、エキサイトしたこう後ろからねこうやって両を押すんだよね。これも良くない、これが良くなかった。これがまあさっき言った通り笛の後なんだよ、プレー外の行為なんだよ。でこうが今日すごく分かる、危険だろって、このタックルは危険だろって言いたくなるの、つい手が出ちゃったんだと思う。でもこれはさ、プレー以外の報復になっちゃうから良くないんだよ。下手したらこっちの方にレッドが出ちゃう。プレー以外の行為や報復は厳しく取るようになってるんだ今は。これがあったから米本はいいので済んだところがあるんだよね。これ押してなければ多分米はレッド出てたよ。押しちゃったからこそ米にもレッド出したいけど、これやっちゃうとコウにもレッド出すのは忍びないから、レフェリーは両方イエローで濁したんじゃないかなと思う。ここはもうレフェリーの感覚にもよるけれど、もう下手したコウだけにレッドを出すって人だって、そういうレフェリーだっていると思うからね。これがなかった、これがもったいなかった。これね、僕がレフェリーで判断するなら、前後の文脈流れも見て、米本にはレッド出して、コウにはイエローかな。ここはやっぱ良くないけれど、米本の両足タックルはもっとダメだ。ほんと選手生命を潰しちゃうかもしれない行為だからね。もちろんね、鏡選手も米本選手も相手を潰す、怪我をさせるっていう、そういうつもりでファウルをしたんじゃないと思う。ゲーム中はどうしても熱くなってしまうから、つい行っちゃうっていうのも理解はできる、やっちゃうっていうのも理解できる。だけどこの行為は僕は認めることはできないかなというのが僕の感想です。ちなみにコウが起きたのは、これはまだ理解できるし、まあやっちゃったよね、やっちゃったらダメだよって思うからやってしまうよねっていうふうに、こっちの方が僕はまだ認められる、まあというところかな。まあ米と僕ただの選手は認められないというのが僕の感想です。これはね、現時点での僕の考えで、今後別の説明とか、鏡選手は確かに、あ、これは故意ではなかったと理解できるものが出てくれば、改めて謝罪もします。でも今はね、この僕が見て、情報を集めてってか、情報って言っても、ダドンのエストだけなんだけれど、これを見て、僕が感じるのは故意だと見えるし、故意だと考えてるから。今回の僕のレビューはこんな感じでした。では、ここまで見てくれてありがとう。よかったら高評価、登録してください。じゃあねー。もう、なんだろう。スラワじゃないけれど、みんなもっとクリーンなサッカーしようよ。そんなクリーンなJリーグを見せてよ。